皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルマサでございます。今日はですね、アニマルタイガさんと一緒にマニア訪問ということで、アクアハウスの入居者さんで演歌歌手である小牧さんを訪れました。それでは行ってみたいと思います。皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルです。今日はですね、またあのアニマルタイガさんがですね、遊びに来ていただいたんですけれども、ちょっとお願いしますちょっとですね、今日はですね、あの小牧さんのところにですね、お邪魔しております。一緒に遊びに来ましたので、ぜひ小牧さんの生き物を見ていただければと思います。またですね、アニマルタイガさんのチャンネルの方もですね、ぜひあの同時に撮影してますので、はい、楽しみにしてください。またじゃあ一緒に楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。アニマルタイガです。じゃあお願いします。はい、まずちょっと全体こうバーって一周撮りたいといいですか。はい、大丈夫。あの脂肪が多いので、油が多いので、これは剥いでから揚げるようにしてます。そうなんですね。はい、そういう下処理を今そうしてる。これじゃあ骨ごといっちゃうんですか。骨ごと丸飲み。あ、すごい。これは見たいです。楽しみです。はい。ありがとうございます。はい、ワニガメの下処理をしていただいている間にですね、魚を一通りご紹介ということでね、あのこの詳しくはですね、アニマルタイガさんのチャンネルを見ていただきたいと思うんですね。もう私の方であの同じように撮ってしまうと全く被ってしまうので、まあ、そこはご遠慮させていただいて、まあ、全体をですねこのように撮影した上で、個々の魚たちこれは何ですかとかいう感じであの説明していただいてます。まあ、アクアハウスチャンネルの皆さんはもう小牧さんの水槽何度か見ていただいていることもあるかもしれないので、まあ、もしね見てない方は適用欄に貼っときますので、過去のも見ていただければと思うんですけども、まあ、ご覧のようにですね、2メートル水槽にこのように大きなコロソマ、シルバーアロワナ、それからバラマンディという、まあ、いろいろレッドテールのプラチナもいますけれども、まあ、本当にマニア感満載の水槽ですね。で、この水槽の後でね、餌やりのところはですね、ご覧いただきたいと思うんですね。まあ、何度見ても何回行っても迫力満点で、私はやっぱりこの魚たちがバチャバチャと餌を食べるというのがやっぱとにかく好きなんですけども、まあ、自分とこの水槽がちょっと一点買いみたいな感じの状況が多くなってきているので、まあ、そのバチャバチャ感がなかなか今出てないのでですね、まあ、小牧さんのところ羨ましいですね。まあ、この根茎がたくさんあるってことはですね、それだけ手入れも大変なので、なかなかね、これは本当にまめに水槽掃除ができる人じゃないとできないのかなと。水質悪化とかどうしてもしますのでね、まあ、ものすごい量の餌を食べますし、それからものすごい糞もしますので、ろ過槽とかね、水槽の手入れは常にやってるという感じですよね。で、小牧さんはあのご紹介したように演歌歌手で全国回ってらっしゃるので、ものすごい忙しい方なんで、今回やっとスケジュール調整ができたんですけれども、まあ、そんな中でね、水槽が綺麗っていうのはやっぱりすごいなと思いますね。まあ、マニホもいつも思うんですけどね、皆さん本当にあの愛情をかけて力を入れてね、あの睡眠時間を削ってでも水槽の掃除をしているという感じで、まあ、ちょっとだんだんねプレッシャーになってきちゃうといけないんで、なかなか次のマニア訪問の方に申し訳ないの、あんまり言っちゃうとねあれなんですけど、本当に皆さんあの可愛がってますね。まあ、あのいろいろあの考え方あると思うんですけども、まあ、ご自身のキャパシティというのを守ってね、あのやっていただいているマニアというのはすごく多いのを共感しますね。本当にあのやっぱりキャパを超えると途端にね回らなくなってきますのでね、まあ、私もそれを常に意識しながらですね、まあ、とはいえ亀とかはもうすぐ汚すのでね、あのなかなか難しいところありますけれどもね、小牧さんのところ亀もいっぱいいますので、続きご覧ください。亀大好きですね。結構いろんな亀が好きで、ダイバスもいいですよね、大きくなるから。そうですね、なんとか35センチとかの好調にしたいなと思って頑張ってるんですけど、はいはいはい。そして大きい子といえば、ここの隣にいますけど、この子はまたまたですか。はい、またまたですね。はい、またまた好きが友達が多いですか、マサさん。いや、あの、なんでしょうね、またまたが連鎖したんですかね。またまたね、結構この子大きいですもんね。そうですね、包丁35ぐらいありますからね。ワカサギをバクバク食べてます。いいですね。またまたのこの餌の迫力ったらいいですよね。うん、そうですね。
ね、またまた行って、じゃあ隣のまたこっちの水槽の方いいですか。はい、アオウオ、はい、コイカの魚ですね。お、日本ですと、はい、霞ヶ浦です、はいはい、から利根川に多少なり繁殖してる。あ、そうなんですね。らしいんですよ。でも上から見たらここにコイと間違えちゃうと、まあ、ほぼコイですよね。あほぼ、はい、これからまだ大きくなる。2メートルになるらしい。あ、なるんですか。はい、それはとんでもない。はい、そしてちょっと、はい、続いてこちら優雅に泳いでます。この子ら、これはスポッテッドガーですね。ガー、はい、今は飼えないやつでしたね。もうそうですね。売ってもいませんし、あ、その前から持ってる個体で、はいはいはい、許可を取ってじゃないと、飼育もできない、お魚になってしまいましたね。ガーとかは、はい、結構ちっちゃめのガーなんですか。これはスポッ、そうですね、ガー類の中では、はいはい、一番小さいのがないですね。そうですね。スポッテッドガーなので、最大で、多分飼育下ですと、はい、50センチって見たこともないので。あ、そうなんですね。じゃあ結構立派なサイズなんですね、この子は。これぐらいなのか、もっとちゃんと大きな水槽で飼えば、50センチ、60センチいくのかもしれないです。そうなんですね。結構食べるんですが、なんか成長はしないですね、なかなか。どの子だろう。あ、こっちの子は、これが、スポッテッドナイフですね。ナイフ。すごいな、なんか大型魚を飼ってる方って、でっかいカメ好きなんですか。好きなんですか、ね、なんか共通してるのかなと思って。なんかやっぱりこの、どうもって言いますか、はいはいはい、いかつい、あ、カメっていうのが僕はすごく好きで。このワニガメちゃんはどんぐらい飼われてるんですか。これはですね、もう3年は、そうなんですね、ぐらいですかね。ワニガメって成長はどうなんですか。早い、ある程度、わかります。あの成長線が出てきますので、はいはいはい、ある程度までの大きさは結構早めに。あ、そうなんですね。はい、餌のやり方次第ですが、成長するのですが。はい、おお、それでは皆さんお待ちかねの給餌タイムでございます。いきます。はい、お願いします。何かな。あら、反対も。おー、続いてますね。気づき出した。うわー、来た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 。これごと丸飲みです。丸飲み、もう砕くとかもしないですね。そうですね。丸飲みだ。大くらいで一緒じゃないですか。確かにそう。ね、この子、包丁どんぐらいなんですかね。42ぐらい。はい、どんぐらいの頻度で どのぐらい食べるんですか。これだいたい1回に今は800g、 800g、はい、はいはいはい、の手羽元を食べて、へ、まあ、たまにレバーとか、はいはいはい、スワイモとかもあげたりしてますね。丸飲みですね。もう音が一緒だから本当に食い方から食い方一つとっても僕が大好きな種類ですね。このなんかこう筋肉質っていうかね、マッチョな感じがいいですね。続くか。それに、おお、あ、これは生で見るともう大迫力だな。今回タイガさんの撮影風景を映しているので、あんまり食べてる姿ははっきり見えない部分もありますけど、そこはご了承ください。ぜひタイガさんのね、あのチャンネルも見ていただければと思います。まあ、この甲羅がすごい綺麗で手入れが行き届いているので、ワニガメも本当にかっこいいですよね。
じゃあこっちの棒いいですか。はい、お願いします。上げてみます。じゃあ来たぞ。うわー、早い。抜けました。うわー、すっげー。うわー、ついてきますね。じゃあお願いします。入れてみます。うおお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 おバラマンいいっすね。バラマンでやっぱこの大きさになってるのが迫力がえぐいですね。うわそうですね。うわやっぱこれがもう醍醐味ですよね。大型魚の。本当に。うわぁ。すごい。うわぁ、こいつはすごいね。バラマンはすごい。頭傷つけない。うわぁ。ここの水槽の頃は、はい、どんぐらいの頻度でこれ、ワカサギ投入してるんですか。2日に1回、あ、2日に1回、はい、ワカサギと、あの、乙姫って、はい、人工飼料、はいはいはい、とあげてますね。おお。今、コロソマは食べてないですか。コロソマはちょっと食べたと思うんですけど、すね、コロソマはやっぱ、あの、あれの方がいいんですよ。うわ、もうみんなもう欲しい。マサマサしてプレイしてますね。濃い形が、ああ、普通の乙姫なので。では、行きます。はい、お願いします。はい。おお、行った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 。何が何だか、ああ、すごい。おお。濃いがやっぱすごいな。下ですごい食べてる。すごいな、これぞ濃いだわ、これ。濃いでしょ。濃いです。濃い。トレコも食べる。これナイフフィッシュは何食うんですか。これ食うんですか。これもワカサギも乙姫もどっちも食べますね。ガーは何食べてる。ガーはやっぱワカサギですね。今じゃこの餌は食べてないですね。食べてないです。はい、ちょっとワカサギ食べましょう。続いてじゃあワカサギを。はい、今日これは餌あげ楽しいの。おー、いった、いった、あー、いった、ガーがいけるか、食えたか。うわー、バラマンディ、こっちがバラマンディ。やっぱバラマンすごい。バラマンディやばい。おー、あ、この子なん誰ですか。これはあれですね、スマトラタイガーっていう、まあ、プラスワン、はい、はい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 、ラトニオプラスワン。おお。うわー、こんな感じでタイガさんの撮影風景を一緒に撮らせていただいたんですけども、やっぱりプロの YouTuber なのでいろいろ話も上手ですし、編集もとても上手なのですごい楽しみですね。まあ本当にあの私の知り合いのマニアがまたいらっしゃったらタイガさんと一緒に訪問するなんていう企画もこれからもやってみたいなと思っております。ということでね、まあ、くどいようですけど、タイガさんのチャンネルもぜひご覧ください。今日は私のところは、ところどころ切ってますのでね、ぜひ本編ご覧いただければと思います。アクアハウスチャンネル、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。とても楽しい撮影でした。